はい、今日は金魚を買ってきました。そうですね、実はこちらのデメが大体8匹いてます。こんな感じですね。こっちは基本コメットとコアカと鯉です。この黄色いのも鯉です。あとは主文金と和金とコメットですね。鯉はやっぱ泳ぐの早いなと。でこれブクブク入れた理由はこれを使ってます。このバクテリア本舗さんのシリーズはいっぱいあって、サムライ EX とか、このムサシ、今回使ってるムサシとか、弁慶小次郎、この辺りは結構有名ですね。これね、アマゾンで買った時に載ってないんですよ。何がどんだけ向いているのかっていうのがね、載ってないので、これぜひね、参考にしてもらえたらと思いますね。これを入れることで何が変わるのか。まず水が、僕は水が透明になってっていうのが一番重要視してたので、これムサシは水を透明にするやつです。金魚本来の持つ免疫力とかそういったものを強くして病気になりにくくします。でこのバクテリアを入れることで、どうなるかっていうのが、免疫力がアップすることと、あと、エビとかを入れているとエビのなんかですね、大和の前エビとか南の前エビを入れていると、そのエビの生育が良くなったりとか、あとレッドシュリンプみたいな色がついているものの発色も良くなりますね。金魚の発色も良くなるみたいですね。でこのこれをバクテリアを入れるときに結構ね、これ書いてあるんですけど、白濁りするんです、これ入れると。でそれで水が汚れてしまってるっていう、結構レビューとかでも悪く書いてるんですけど、基本ねこれエアレーションしたらね1日でなくなります。白濁りしてるのはバクテリアがちゃんと活動してるっていうことなので、エアレーションをきっちりしてやれば白濁りはだいたい1日で取れますね。で逆にね、エアレーションしないで僕もずっと買ってたんですけど、エアレーションしないとね結局窒息死しちゃうんですよね、この子らは。だから本当はね、エアレーションはやっぱちゃんとしてあげた方がいいっていうふうにやっぱ聞いたんで、今後もエアレーションはちゃんとしていこうかなと思ってますね。でね、やっぱりこれを入れることで、なかなかこう夏、冬もそうですけど、その金魚の方が死ににくくなるので、非常にね、いいです。で、冷暗所って、冷蔵庫では保存せずに、できるだけ涼しいところで保管してくれっていう感じなので、日が当たらないところで保管してます。1年以内にこうやって形で1年以内に使い切ってくださいとは書いてるんですけど、あんまり冬に使っても、冬もバクテリアはあんまり活動的ではないので、春から夏秋にかけてよく使うようにしてますね。基本的にはね、これ全部サムライ EX っていうのがベースになってるみたいな感じですね。こんな感じで、でいろんなものを足してもいけるみたいです。で多く入れたからと、一応ね 100リッターにつき20ミリリットルなので、だいたいねペットボトルのキャップが5から7ミリリットルなんです。いちいち測ってもいいんですけどね、測るのめんどくさいんで、いつもキャップ、ペットボトルのキャップがだいたい5から7なんで、4杯から5杯程度入れてます。入れて特にサラサラっとかき混ぜてやれば問題ないですね。
あとは餌はね、沈下するもの、沈んでいくやつですね、沈んでいくやつと浮くやつ両方に使ってて、どっちもね消化にいいものと色上げできるもの両方使ってます。そんなにたくさんあげるもんでもないので、金魚の餌はねそこそこいいものをあげてます。こういうものはね、安物使うとすぐ死んじゃうんでね、できるだけお金をかけてあげた方がいいとな思います。めっちゃタニシいじめてるやん、かわいそう。